もう A 判定はなんか A は良かった判定ぐらいで B は微妙判定で、はい、C はまあしっかりやれよ判定で、はい、D はどうなるかわからないよ星判定って感じですね、はい、僕の中では武田塾チャンネル。今回はですね、うん、割とこの質問多いんじゃないかなと思うんですけど、何ですか？もしもし模試って受けるべきなのとか、どこの模試受けたらいいのとか、はい、武田塾なりの模試の使い方みたいな、そうです ね、うん、ちょっと知りたいと思いますね、うん、これは受験生、そうそう、その辺もね、はい、しっかり話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしま す。さて、はい、じゃあ判定、いややっぱ模試って言ったら判定じゃないですか、うん、はい、ちなみに山口先生、A 判定を見たことは？ A 判定を僕見たことないですね。第1話ない。第1話はないですね。 A 判定それはないですね。今考えたらマーチはある。マーチは B ぐらいかな。だからまあその後山口先生は直前期にめちゃめちゃ積み上げて、はい、これはね、はい、直前期の山口先生の勉強とか動画で言ってるんで、はい、まあ、それとか見てもらえればと思うんですけど、要はそこで追いついたっていうのがあると思うんですけど、はい、その判定っていうのは、はい、その時点での、うん、そのまま行った場合の受かりやすさなんですね結局。そうですよね、うんうん、確かに。そう、はい、だからただこれ、うん、気をつけておいてほしいのは、そもそも形式が違う模試だったら判定なんてほとんど参考にならないってだけの話なんですよね、うん、要はそれってただの順位じゃないですか、はい、模試受けた中での総計志望の中での順位が何位でしたって話なわけであって、例えば総計志望であれば、はい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 、マーク模試で総計 A 判定でしたって言っても、はい、総計の問題で点が取れるわけじゃないんですよね、はい、それマーク模試受けてるわけなんだから。確かに確かに。総計プレーだからね、早稲田プレーとかのまだそれは近いし、東大プレーとかそうだけど、はいはい、大学別模試だったらさまだわかるよと、はい、だけど、はい、全然形式違う模試 A 判定が出たからって受かりやすいかどうかって言われると、うん、それ成績がいい悪いか分かるだけであって、はい、本番の過去問で取れるかどうかの目安にはならないっていう点が結構ね、そうなんですよね、注意が必要なんですよね。いや何をもってまずあれは A 判定なんだみたいな。そうだから、うん、まず判定で、ね、気にするのは、はい、まあ、受験生の中での立ち位置と、はい、あとは本番で受ける形式に近い模試での成績は気にした方がいいかなと、うんうん、だから、はい、南部先生で言うと早稲田プレーで成績悪かったのはやっぱ多分他の模試でへこむと思うんだな。まあそうですね。やめてって思うじゃんやっぱ、はいはい、うん、だけどそこでさ別にじゃあそれで落ちるかって、まあ、そうじゃないじゃんって話なんですね。そうですね。だけどこの時点ではこれしかできなかった、こういうことができてなかったから俺はできなかった、だけど、はい、こっから先こういうことやればいけるっていう材料に次はしていくべきだしっていう話で。そうですね、うん、もう A 判定はなんか A は良かった判定ぐらいで、 B は微妙判定で、はい、C はまあしっかりやれよ判定で、はい、D はどうなるかわからないよ星判定って感じですね、はい、僕の中では C、まあ、今の S だった気がするんで本当ですか。あ、しっかりそうです、ね、あ、しっかりになっちゃ う、 そうで、 E はそうだな、 E はまあまあまあ、いいことあるよみたいな、いいことある今に見てるよとか、ね、そう、今に見とるよ判定とかね、はい、だから本当もうそれぐらいでいいと思うんで、はい、僕の中でもやっぱり A 判定でもやっぱ落ちてる子はもう全然やっぱいますし、うん、で D でも E でも受かってる子いるんで、やっぱ最後は過去問どんだけ取れるかなというところに最後帰結すると思います僕は、はいはい、ということで模試の話、はい、していきましたが、うんうん、いや模試ってなんかふわふわしてるよね。そうですね、なんかこう、うん、受けなきゃいけないとはみんな思うだろうけど、うん、何に使うのかもよくわかんないし、うん、どれ受けりゃいいかもわかんないし、はい、成績良かったからそれが何なのみたいな話とか、うん、ね、うん、まあ、ここまでの話聞いても、はい、じゃあ結局模試は受けたらいいの受けなくていいのなんか役に立つのみたいなことちょっと思った人もいると思うんですけど、うん、はい、模試は絶対受けた方がいいと思うんですよ、うん、だけど、たださっきも言ったように模試の受けるイコール過去問とか入試の実際の問題で点数が上がるかと言われると、うん、はい、それはあんまり関連はないかもしれないって話ですね、うん、あくまでも模試の役割っていうのは現時点での自分の立ち位置の把握、うん、実力試しでしかないっていう話なんですよ、うん、だからってそのね今までの勉強はやっぱだから見直さなきゃいけないんですよ模試の結果次第ではね。俺はここまでで A 判定取るつもりでやってきたけど全然ダメだったと、でもそれをよくよく考えてみたら全然やってない形式だからしゃあねえやってなるのか、どうもやったことなのにできているのはそれはまずいなってなるのかっていうのによっても変わってくると思うんですよね。そういうことですね、うん、はい、確かに間違いない、うん、そう、模試は現状のチェックポイントであり、うん、未来予想図ではないと、うん、だから
そこからどうしていくか、これまでの勉強どうだったのかを見直す契機としてね、ぜひ使ってもらえればというふうに思います。はい。ということで、以上、模試の受け方、使い方でした。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、例えばですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。